そうだ、猫をもらおう。こんにちは、4Lです。先日動物愛護センターというところに行ってきました。地域の保健所が野良犬や野良猫を保護して新しい飼い主さんに引き取られていくまで猫ちゃんやワンちゃんをお世話している施設です。大変失礼ながら、私の幼い頃のイメージでは保健所というところは野良犬や野良猫を捕まえて大変かわいそうなんだけど殺処分をしてしまうね、施設だと思っていました。でも今では様子が変わりました。今でも殺処分がゼロというわけではないそうなんですが、それでも限りなくゼロに近いそうです。え、なんでって思いますよね。地域によって取り組み方は異なるかもしれませんが、こういう捨て猫ちゃんたちをとにかく新しい飼い主さんが見つかるように健康管理をして、きれいに水くろいをして、ワクチン注射を行い、場合によっては避妊手術や去勢手術を行って、新しい飼い主さんの金銭的負担を軽減して猫ちゃんたちを飼いやすくしてくれています。職員の半数以上は獣医さんなんですって。またボランティアさんの力を借りて猫ちゃんたちが人を警戒しないようにね、慣れやすい状態になるようにしてるそうです。すごいよね。これみんな公共サービスでただなんですって。もうほんとすごい。撮影しても大丈夫ですか？あ、大丈夫ですよ、はい、そして我が家で引き取ったのはなんと大人猫。野良で1年ぐらい育ったので、まあちょっと手のかかりそうな猫ちゃんです。でもこの猫が気に入ったんだって、うちの相方さんが。今回飼い主さんが決まらなかったこの子たちはまた来週お見合いなんだそうです。キャットタワーを組み立てる。あ、棚の取り付け位置間違えた。棚を2枚下へ下げます。ようやく完成しました。さあ猫ちゃん、我が家に慣れてくれるでしょうか。おとなしい。予想に反して暴れることなくケージの中に入ってくれました。ケージの中に入っていれば一応撫でることはできます。でも最初に顔を見せるとシャーって言います。実はおとなしいのは昼間だけ。この子ね、夜激しいです。ようやく少し慣れた翌週、私たちはまた動物愛護センターに来てしまいました。以前も猫ちゃんは姉妹で2匹飼っていました。相性さえ良ければ猫は1匹だけで飼うよりも2匹で飼った方がね、それほど手間もかかんないし寂しくないですからね、お互いに。今回引き取ってきた猫ちゃんはこの黒猫ちゃん。目の周りの毛が抜けてしまっていて、まるでサングラスをして日焼けした後のような模様ですよね。この子先週もいたんですが、この子も相方さんのお気に召していたそうなんです。家に連れてきた当日は大人猫ちゃんがね、新しく来た子猫を受け入れたんです。相性良くて良かったなって思ったのは初日だけ。このサングラスが異常に懐っこくて大人猫を追いかけ回すので大人猫が切れてしまいました。また仲良くできるかな。もう少し時が経てば慣れると思います。慣れてあげてね、大人猫くん。そして3頭目はこのライオン丸。まだ人に慣れてないのでシェルターとしてケージの中に入れた箱の中からなかなか出ることができません。可愛い猫ですよね、このライオン丸。今回の譲渡会で飼い主が見つからなかったんです。あまりに可愛いので私が飼うことにしました。ハリーと仲良くできるかな。サングラスとは仲良しになれそうです。もうね、じゃれ合ってますよね。
それにしても黒猫は慣れやすいって聞きますが、このサングラスね、もう神経がずぶといっていうかね、物おじしない。もうね、うちにすっかり慣れてる感じですよね。大人猫に猫パンチ食らっても動じないですしね。この2匹も早く仲良しになってほしいです。こういうのを見るとやっぱり子猫らしいと思いますよね。子猫はね、こうやってじゃれ合わないとね。これだけ動き回れれば、サングラスはまあ当然のこととして、このライオン丸の方もね、多分健康に問題はないんじゃないかなと思います。このサングラス本当余裕だね。お前すごいな。そしてこの2匹のじゃれ合いをすぐ横で見守る大人猫、実はね、仲間に入りたいのかな。そして参戦。ほんとサングラスはすごい。大人猫とライオン丸、この2匹の間はね、行ったり来たりしてね、もうすごいな、こいつプレイボーイだな。でも実はこの3匹、3匹ともね、オスなんです。じゃれ合うのはいいんですけど、マジ喧嘩はやめてほしいですよね。でもすでにこの中の2匹、大人猫とサングラスは動物愛護センターで去勢されてるんですよね。だから盛りが来ないので少しね、安心しています。ライオン丸ももう少し大きくなったら、こいつはね、獣医さんに連れてってたまたまを、処理してもらおうと思います。今時の去勢費用っていくらぐらいするんでしょうかね。大人猫もサングラスも動物愛護センターで去勢してくれてたのでありがたいですよね。ワクチンの接種代とか去勢費用とか本当にありがたいですよね。3匹とも自己負担だったらちょっと多頭買いはね、難しいですよね。まあこれはあくまで地域で異なると思います。中にはね、ボランティアで保護活動されている方もいらっしゃいますし、猫の餌代だとか家賃だとか光熱費がね、かかってくるので、猫の譲渡といっても費用を請求されるところもありますし、その後に獣医さんに連れてって、まあ、獣医さんのね、診察費用だとか避妊費用だとかね、かかったりしますよね。それらの費用負担を動物愛護センターさんがしてくれてますからね。あとは可愛い子猫とかいないんじゃないかと最初は思ってたんですが、この冒頭でもお見せした猫ちゃんのように、こんな可愛い猫たちがね、いるんですよ。譲渡会で飼い主を待ってるんですね。猫を飼ってみたいなって思われる方がいらっしゃいましたら、ペットショップを回られるのももちろんいいですけど、お近くの動物愛護センターなどへ行ってみると、こんなね、可愛い子猫ちゃんに出会えるかもしれませんよ。またこういった保護センターはね、ボランティアの方が子猫ちゃんたちの写真を撮影して、それをホームページ等にアップされてるそうなんですね。動物の撮影に慣れてる人ばかりが撮影しているわけではないそうです。動物を可愛く撮影するって意外と難しいんですよね。だからホームページの写真より実物を実際に見た方が明らかに可愛いってことがあるんですよね。ですからぜひ一度実際に見学されることをお勧めします。気に入った子がいなければそのまま帰ってくればいいだけの話ですからね。気に入った子に出会えるまで何回も行けばいいんですよ。春に生まれた子猫たちが夏になって少し成長して体力がついてきたので、これから譲渡会に出てくる子が多くなるそうです。子猫をもらうには一番いい時期なんだそうです。たくさん子猫ちゃんがいる中から選べるわけですからね。それと猫の餌を買いにペットショップへ行ったんです。ついでにそこで販売している子犬や子猫を見て回ると、なんと子犬には40万とか50万とかの値段がついてました。まさにお犬様。そして子猫にも20万とか30万の価格がついてました。今やいろいろと値上がりしていますが、ワンちゃん猫ちゃんの値上がり方半端ないですね。それがタダで可愛い子猫をいただけるなんて最高ですね。長々と猫を引き取ってきた話をさせていただきましたが、我が家の心配事は猫ちゃん3匹が仲良くなれるかです。みんな早く仲良しになってね。